ットボールパレスよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。この選手のポジション、華麗なドリブル、これは気をつけないと。中へ放り込む、ヘッドでつなぐ、チャンス到来。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。
後半戦開始の笛です。フリーにさせてはいけない。ここで折り返す。倒れ込みながらのシュート。選手交代が行われるのでしょうか。入るか。キーパーこぼした。コーナーキックになります。おっと、選手の交代が行われる模様です。さあ、チャンス到来。一旦下げる。中盤でのプレッシャーはかなりきついですね。さあ、ここからどう攻める。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。頭でつないで、味方が探してますよ。フォローが遅いですね。リロードのようなボールタッチ。ファーできた。ハイボールを競り合う。ここで試合終了のホイッスル。接戦をものにしました。さて、中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、フットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。